どれもおしゃれでスタイリッシュな商品が並んでいます。こちらのお皿なんてシンプルでとっても使いやすそうですね。旭川駅前の大型商業施設の中に明日オープンするお店、スタンダードプロダクツ。お店を手掛けたのは大手100円ショップチェーンのダイソーです。ただおなじみの100円ショップと大きく違うのが商品の価格。生活雑貨や日用品などおよそ1500種類が主に330円で、一番高いものは1100円など、さまざまな価格帯で販売されています。どれも和風の柄でとっても可愛いですね。これからの季節にぴったりです。浴衣にもぴったりのおしゃれなうちわ。香川県丸亀市の伝統工芸品ですが、そのお値段なんと330円です。ダイソーの基準は100円ショップなんですけれども、新しい300円事業に取り組む形で対応しておりまして、こちらはもう高品質、素材産地にこだわった商品を追求していく。店内を回ってみると他にもお買い得な商品がありました。100円ショップが生み出した新たなスタイルのお店、北海道に進出した狙いと価格を抑えるためのある秘密がありました。人気商品の一つがこちら、世界三大刃物産地の岐阜県関市の包丁です。通常3000円から4000円するところが1100円で買えるんです。日本の伝統技術が詰まったこだわりの商品も。柔らかで肌触りの良さが人気の今治タオルは550円、さらに広島県名産の熊の筆は770円です。道内で初めて旭川駅前の大型商業施設の中に登場したのがスタンダードプロダクツ。来月下旬には札幌中心部に誕生する再開発ビル、もゆく札幌にもオープンします。全然ダイソーさんと系列だと思ってませんでした。おしゃれでシンプルなもの多いので、あと雑貨がいろいろあってすごい見応えあって楽しかったです。タオルなんかすごい肌触り良かったんで、ちょっと買ってみようかなと思って。これまでの100円ショップと差別化し、新たな客層を狙ったこちらのお店、高品質な商品を手頃に販売するためのある秘密がありました。実はこのお店が入る大型商業施設には系列の100円ショップダイソーが入っていて、商品の仕入れを一緒に行っているのです。同じところに送られるので配送料も安くなりますし、従業員が行き来してお客様に提案していく、人件費の削減っていうのもできると考えてまして、その代わり高品質のものをお客様にお届けしていく。物価高が続く中、安さだけではない新たな商品の魅力を打ち出したお店が北海道でも注目を集めそうです。